5タップで動いちまったぜ。よし、じゃあ進むかな。ブサイクは俺に惚れたし、一目惚れってやつだな。お、これなんか滑りそうだな。うん、待つのじゃねえ丸。うん、そうやな、なんかポケモンで見たことがある。危ないですよ、心配いらない。見たところしっかり凍っておるから。ほうほうほう、寿司子、本当はこのいい氷の床をちょっと滑って遊びたいと思ったんじゃないか。お、さすがバレてるね。ネイマールの方が滑りたい。いや俺滑りてえよ。うん、まあ、とっとと行くぞ。なんか茶番に付き合ってられねえこんなやつらの。試しに滑ってみるか。よく見とけよ。お、一日の蝶を見せてくれるか。うん、進行方向にしか。うん、まあポケモンと同じだな。うん、あいつほっとこうぜもう。矢部くんだけずるいぞ。いやみんななんかやりたいんじゃねえかよ。お、ブサイクが喜んでる。行きましょうね、マルさん。そうだな、行こう行こう。あのこんなバカどもほっといてさ、ね、オーラ楽しい。ここから先もこれでちょっと楽しめるんじゃない。お、なんか伝説のリリー・フランキーが出てきたね。これにミニドラゴンもいるし、ベビードラゴンね、ハーピー、あ、ハーピーレディ3姉妹、なんか強いな妙に。こいつちょっと後回し、え、ちょ後回しっつったじゃん。じゃちょっとアイスでちょっとこいつらをボコりますね。ほぼ無限、もう毎回回復するから。あの、ん、何なんだ、さっきから何がダメージを与えてる。なんかさっきからダメージ食らってんな。毎回回復するからいつでもというかめっちゃ使えるね、魔法で。これ右上に宝箱があるのかな、ちょっと行ってみるかね。でこれちょっと頭使わないといけないやつだ。ああ、この氷の上モンスター出てくんだ。そんなことある。まあ、このあのスノーウルフとかいうやつをまずボコっときましょう。まあ、全体的にあのダメージを与えつつ、ハーピーもあれして、でこいつはアイス、これが大事。この全体攻撃が非常に優秀で、どうしようかな。ハーピーの実力は分かんねえから、ちょっと後ろから蹴散らしとくか。うん、あのあえて残すことで知ることができる。あ、ドラコ、あいつできる。ドラコはちょっと生かしちゃおけねえ。ちょっと先に始末させてもらおうか。奥のやつから先に始末する。さあ力を見せろ。見せる前に終わっちまったな。これなんかいつの間にか結構強くなってきてるな。これにさらに成長版であれするわけだろう。でこれで滑っていって宝箱にたどり着きます。ゼース帰れる。これなんか帰れないように見えるけどこれで戻るでしょ。戻る、帰るときはこっちから行くのよね。でこう行ってね、どうやって帰るのこれ。てか普通にこれまっすぐ滑ってまっすぐ降りりゃいいだけじゃない。バカなことしてんの俺。よし、ドラコね。ドラコから先に殺さなきゃいけないことはとりあえず分かった。ということで、あのドラコから削っていく。何？こいつやってくれるね。でまずアイスで、ステアーダってなんだ、なんか増えてた、違う、あ、状態変化のやつか。でネイマールが、でドラコを先に消そう、うん、でハーピーは、うん、ほっとけいいから、うん、恐れるに足らん。お金も結構手に入るようになったね。お、宝だね。低級ハーブ、なんかハーブもいっぱい手に入ったけど先に使っとくか。アイテムね、100低級傷薬、あーそっか、ハーブは、まあ、余計いらんくなったんだよな。70だからこれ回復させとくだろ。でなんか40とか食らったらうざいから、まあブサイクも回復させとくとして、成長版まだまだもね全然溜まってないからね。で20あったらもうこの辺とか解放させていい気がするな。なんか盗賊はあんまいらないな。ブサイクはなんかちょっと良かれと思ってやったけど、ブサイクはほんと魔法使いとかに特化して全然いい気がするな。魔法使いと僧侶に特化していくとか、
もうそもそも魔法使いだけとかね。よし、OK。で、下が入り口っていうか、なんか続きがあるんで、右の方の宝を取りに行きますか。はい。じゃあ、ちょっとアイスドラコ。ドラコが、危険なんで、ドラコを削る。で、これほぼ毎ターン打てるからね、アイス。あのローブのおかげで。仲間を呼ぶ？なんだこいつ。鬱陶しいやつだな、なんか。まあいいや、ぶっ殺せ。何人いても同じことだわ。これ奥のやつからぶっ殺そう。寿司子なら一撃で締めれるだろう。よし。